デイリービルの山でデスチャーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか最近こう司法の世界おかしくてですね、はい、こう裁判官がね、変な判決ばっかりね下してるような気がするんですよ。おっしゃる通り。でこう杉田水脈議員と大石晃子ね、議員をめぐる裁判、これ比較することでね、いかにこのね裁判所がおかしいかというのをね、明らかにしていこうかなと思います。でまあ、ご存知の方もね多いと思うんですけど、まずこれ、2月9日朝日新聞、ツイッターゲー X 上の、中傷投稿にいいねを押されて名誉感情を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織氏が、自民党の杉田水脈衆院議員に220万円の損害賠償を求めた、訴訟の上告審で、最高裁は、杉田氏側の上告を退けたと、うん、で、8日付の決定、杉田氏のいいねを違法な侮辱行為と認め、55万円の賠償を命じた2審、東京高裁判決が確定したと。だから伊藤氏が勝訴で、杉田さんが負けた、うん、そうですね、わけですかね。これはいいねを押しただけで、それが意見表明であって中傷であり、うん、罰金が取られるというね、うん、とんでもない判決ですよね。いいねってメモ代わりにするときもあるじゃないですか、うん、そうですね。そうってか私もやってますよ。あ、私も、うん、うん。だから必ずしも賛同の意を示さないって、あのなんですか、プロフィール欄に書いておかないといけないですかね。そう、書いてても分かんないよね、こうなるとね、うん、一応杉田さんはフォロワーが多いからっていうね、うん、エクスキューズはしてるものの、うん、いいねを押しただけで55万円払えなんていうのはちょっとね、うん、私はありえないと思います、こんな判決。ありえないですね。はい。あとこれ朝日新聞ちょっとフェイクが入ってます。ジャーナリストの伊藤詩織氏、ジャーナリストなんですか？あ、でもジャーナリストは自称だからいいのか。ジャーナリストったって、うん、いやロイターで一つだけ共同で書いたやつ記事があるぐらい。あ、でもあれか、岩波の連載があったね、なんか、うん、うん、まあジャーナリストってまあ取材、まあ記者って考えたら、うん、まあそうか、ジャーナル書けば、うん、記事書けばジャーナリスト名乗れるんですかね。じゃあジャーナリストか。でも前はフォトグラファーって名乗ってたんですよね、この人ね、うん、で、なんか映画監督とか名乗ってなかった、うん、ダメダメダメ、うん、もうこれ以上喋ったら、あー、名誉毀損、やばい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 。いいね、はい、うん、セカンドレイプ、セカンドレイプと言われてます。怖いよ、はいはい、失礼しました、伊藤詩織さん。伊藤さん、すみません。すみません、申し訳ございません。なんでこんな卑屈なんだ。謝罪して訂正いたします、はいはい。で、続きまして、これ大石晃子さんなんですよね、はい、3月13日、毎日新聞、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員にツイッターでクソ野郎と投稿され名誉を傷つけられたとして、元 TBS 記者山口の隆起さんが880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決、東京高裁は13日22万円の支払いなどを命じた一審判決を取り消し、うん、山口さんの請求を棄却したと、うん、で、相沢真紀、裁判長はクソ野郎との表現が直ちに人身攻撃となり、意見や論評の域を逸脱したとは断じられないと判断したと。だから山口さんが負けちゃって、うん、大石さんが勝ってしまったわけですね、これね。こういうね、ひどい判決で、うん、一審の東京地裁では、まあ、攻撃的かつ激しい侮辱っていうことで名誉毀損認められたんですね、うん、ところがこの相沢真紀裁判長はですね、うん、クソという言葉自体がクソ忙しいのように強調などの意味で使われてると述べると、うん、おいおいおい、まさにクソ忙しい、うん、クソやっかいなとか言いますけど、うん、そっか、じゃあクソ野郎っていうのはもうすっごい野郎。いやだからこの人は言語学的におかしなこと言ってるんですよ、つまりね、クソ忙しいは、うん、このクソは副詞なのよ、うんうん、で、形容詞を修飾してるの。ああ、そうですよね。うん。野郎っていうのは名詞なの。うん。うん。クソのような野郎っていうクソの、この場合は比喩なのよ。うん。だから、この人は文法的におかしな、間違ったことを言ってね、堂々と。うん。うん、本来であれば、クソ、なんとか、形容詞の野郎がね、うん、うん。つくわけですよね。そうそう。クソ最悪な野郎ならまだわかるけど。そうそうそう。うん。最悪を強調してるから。うん、クソ野郎はダメよ、クソみたいな野郎って言うんだから、うん、侮辱なのよ。そうだから、ここで大石さんはおそらくクソ野郎、うん、まあうんこ野郎ということでね、そういうこと言ったわけですよ、うんうん、だからこれね、こんな嘘ついていいのと、うん、まあ間違い なのかな、うん、頭悪いなと思っちゃった、うん、まあ私言語学やってるから、うん、こんなめちゃくちゃなことで言うね、有罪されたり無罪されたりしたらたまんないよ、うん、本当にクソ裁判長ですね。クソ裁判長ってこんなの、クソ裁判長のせいでクソ議員が
勝訴したじゃないですか。まあ、そうだよね。そうだよね。これいいんですよね。あ、そうだ。これ OK だった。OK ですよね。OK。クソ裁判長がね、このクソツイートをね。クソ判決でね。クソ判決で無罪にしちゃったんですよね。ひどいよ。で、じゃあね、元の、まあ、ツイートを見てみようということで、うん、2つありますんで読んでいただいていいでしょうか。はい、大石明子氏のツイートですね。はい、はい、2019年12月19日元 TBS 記者で安倍総理の御用、山口紀之氏、伊藤詩織氏に対して計画的な強姦を行った。その山口氏側の敗訴不服の記者会見に伊藤詩織さんが出席している。強くてまっすぐな人だ。たくさんの絶望を支援者と乗り越えてきたんだろうな。うん、はい、でもう一つあります、はい、山口紀之、1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた。とことん人を暴力で屈服させようという思い上がったクソ野郎。そんなやつが、安倍政権を支えている。絶対許せない。怒りはこんな言葉では言い表せない。はあ、これね、やばいですね。これすごいでしょ。これで名誉毀損が成立しないのよ、うん、でね、山口さんと伊藤さんの裁判に関しては刑事ではレイプは認められてないんですよ、うん、要するに、うん、酒を飲みすぎたがゆえに同意があったかどうかということを争われたわけ。そうだから民事ではね、うん、やってますけども、はい、刑事では、うん、そうそう、レイプではないんです。ないですよね、うん、レイプではないんです。同意があったかどうかなんですよ、うんうん、で、どうも不同意だったんじゃないのという 不同意よりの判決が出た。要するに、あの、同意はしてないんだけど酔っ払いすぎてて酩酊状態で、うん、でもね、3分の1認められてるから、うん、3分の1ぐらいは同意だったんじゃないのみたいな微妙な判決なんですよ、うん、つまりレイプとは程遠い判決なんですよね、うん、それなのにこの人、ほら、計画的な強姦を行ったって言ってるよ、うん、いや、これアウトですよ。アウトなんですよ。明らかにアウトなの。だからこれはもう間違いなく名誉毀損なんですよ、うん、これを無罪にしちゃったの、この裁判長、うん、相沢裁判長、うんうん、このクソ裁判長、うん、ひどいよね、うんうん、で、もう一つの罪っていうのが報道なんですよ、うん、報道はね、クソ野郎というのは問題ないと無罪になったって報道してるんだ。これ名誉毀損の部分は強姦なんですよ、うんうん、裁判で強姦って認められてないのに強姦といった、しかもあの国会議員がということなんですよ、ええうん、で、その流れでクソ野郎と言ってるから名誉毀損だってことなのに、このクソというのは強調とかいう嘘をついて、これを無理やり無罪に持っていってすり替えてる感じしますよね、うん、まあ、正直クソ野郎って、うん、まあ言いますよ、うん、まあ、結構、まあね、クソ野郎だなみたいな、まあ、国会議員が言うのはちょっと別格あれだけどね、うんうん、かといって計画的な強姦を行ってるなお前みたいな、それ絶対言わないですよね、うん、それはね、それ絶対ありえないじゃないですか。ありえない、ありえない、うん、つまりね、これを国会議員が言ったら、ああ、それが事実なんだってみんな思っちゃうわけよ、知らない人は、うん、山口という人間は、うん、ああ、強姦を行ったクソ野郎なんだっていうことになっちゃうわけよ、これが無罪になっちゃうと、うんうん、とこっから山口さんのヘイトがもう一回始まるんだよね、これがちょっともうとんでもない判決なんだ、これ、で、実際これ始まってるみたいですね。始まってるんですよ、うん、はい、例えばこれ3月13日これひろゆきですよ、西村ひろゆきですね、うん、はいはい、女性ジャーナリストをレイプした元 TBS 記者の山口紀之氏をクソ野郎と呼ぶのは合法であることを東京高裁が認めました。いやー、山口紀之氏はクソ野郎ですねと。どういうの、ね、いや、ひろゆきってこんなひどかったんですね。いや、こういうやつなんだよね、もうちょっとびっくりした、これには。はい、で、なんかね、最近よく炎上してる、あの、令和の有名な支持者がいるんですよ、うん、彼が典型的なことを書いてるんでちょっと読んでください。令和の大石明子議員、逆転勝訴、クソ野郎発言は賠償不要と東京高裁、司法によって認定された事実に基づけば山口は誰がどう見てもクソ野郎と呼ぶ他ない人物である。そして裁判官も山口はこの激しい侮辱的、言辞による、非難を甘受すべきだとの考えを示した。全く妥当な判決であると。ほらね、こんなクソ裁判長のせいで本当、うん、あのマジのヘイトが始まっちゃったのよ、いや、これひどいでしょ。で、比べたのは杉田さんですよ、うん、杉田さん、いいねをして55万円ですよ、うん、うん、かたや計画的な強姦をやったクソ野郎と言った国会議員は無罪、うんうん、ありえないでしょ。ありえないですね、うん、これは司法が令和を応援してるからじゃないんですかってことなんですね。自民党だからあなた有罪にしたんでしょ。まあ同じ裁判長じゃないけどね、うん、うん、
杉田さんは自民党だからあなた有罪にしたんで、有罪って言わないかな、まあ罰金刑にしたんでしょと、うん、うん、で令和だからあなた無罪にしたんでしょということなんですよ、このクソ裁判長、うん、うん、これはもうちょっとね、司法が機能してないってことなんですよね、うん、うん、左翼擁護ですよ、うん、ということは司法は左翼なんですよこれ、ね、うん、まあね、うん、だから落ちるとこまで落ちたなって感じですね。なぜこう司法がこういったね、うん、よくわからない常識から外れた判決を下すのかというのはよく、まあ、川田隆翔さんとかね、うん、分析されてますけれども、結局こう、うん、何でしょう、社会に出たことない人たちばっかりじゃないですか、うん、だからもう何も知らないですよ、世間を、まあ、というところに尽きるんですけどね。だからそれはまあ、ある種官僚批判と同じかもしれませんけれどもね、うん、でも明らかにこれちょっとバランスが狂ってますね。そうなのよ、前例というもの、一応前例審じゃないです、うん、裁判って全然関係なくこれ出してるもんね、うん、いやちょっとこのね、私もこの相沢真紀って人は忘れないよ、名前、うん、ああすっごく腹が立ったんで、うんうん、まあ、山口さんとお友達ということでちょっとその他の人たちより腹を立ててるという部分があるんだけれども、うん、それを一歩引いてね、客観的に見てもこの判決はおかしいです。いやこれはさすがにちょっと気の毒っすわ、山口さん、うん、山口さんだから先月かな、久しぶりにデイリービルの生放送に出ていただいて、うん、ってことはそんな山口さんを出演させているビルは、うんうん、クソ雑誌、クソ雑誌であり、クソメディアであり、うん、私はクソ編集者であり、クソ編集者それと共演している白川さんはクソ、クソ議員、クソ議員であり、クソコメンテーター、クソコメンテーターになっちゃうね、うん、なんか言われてたね、橋本徹にクソ雑誌って、うん、クソ雑誌言われてましたね、うん、はい、いやもうちょっと驚いた、本当驚いた、これに関しては、うんうん、でこれ見てる方にもその山口さんがね、その薬を持ってうんぬんみたいなのまだ信じてる人いるんだけど、うん、これね、伊藤詩織氏は裁判で主張してないからね、うん、本で書いただけなのよ、うん、でその本に書いたことに書いては関しては一部その、名誉毀損が認められてるので、うんうん、つまり薬を持ったって話はどこにも出てきてないから裁判で、うんうん、そう言っちゃダメですよ、うん、それもね名誉毀損ですよ言ったら、うん、はい、といったところで、この大石彦議員というのはまあこれ問題多いじゃないですか、多いですね、いろんなねこう国会でのこう言動にしてもね、うん、だから本当に、うん、何でしょうごめんなさい、私今名誉毀損チキンレースしようとしてましたどこまで行ったらセーフかっていうかちょっとやめとこう、やめとこう、やめとこう、マックスの議員ですわ、マックスの議員です、といったところで、はい、大石彦議員の次回作にご期待ください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。